サイパンはアメリカ海軍の航空母艦である。サイパン級航空母艦のネームシップ。後に通信中継艦アーリントンに種別と艦名それぞれ変更された。サイパンはニュージャージー州カムデンのニューヨークシップビルディング社で1944年7月10日に機構ジョン・ W ブリュー・マコー・マック夫人によって浸水し、1946年7月14日。 ジョン・ジー・クロメリン艦長の指揮下収益した。収益後は飛行訓練生を上官させ、フロリダ州ペンサコーラを1946年9月に出港、1947年4月まで訓練を行った後、バージニア州ノーフォークを母校と指定される。その後メキシコ湾からカリブ海へと訓練航海を行い、フィラデルフィアでオーバーホールを行った後、11月にペンサコラに戻る。 海軍兵学校生の訓練を行った後の12月後半にオペレーションディベロップメントフォースに参加するため東海岸へ向かう。1948年2月にはジェット戦闘機の運用試験、戦略空母支援及び電子機器の評価試験を行うが2日から7日までその任務を中断し、ベネズエラの大統領就任式に参加するアメリカ代表団を搬送する。 ベネズエラからの帰還途中に、バージニア岬沖で、局所任務を行った。ニューハンプシャー州ポーツマスを訪れた後、4月から運用、評価試験を再開する。18日には、ミンドロに代わって、第17空母部隊の帰還となる。サイパン艦上の VF-17、A 飛行隊所属の FH-1948 年5月6日の、 撮影4月19日にサイパンはロードアイランド州クオンセットポイントを出港し、5月3日に VF-17A 飛行隊を上艦させる。3日後に部隊は FH-1 ファントムを受領し、アメリカ海軍初の艦上ジェット戦闘機部隊となった。同月末にノーホークに帰還するとサイパンは帰還任務を解除される。6月にはニューイングランド水域に戻り、 7月になると、ノーフォークでオーバーホールを開始する。12月には、局所任務を再開する。24日には、海軍の最新ヘリコプター、XHJS-12 機及び海兵隊の、HRP-13 機の運用を命じられると、共に、評判上で、行動不能となった11人の飛行家を救助するため、グリーンランドへ派遣される。クリスマスに、 ノーホークを出港。28日にはファーベル岬に到着し、天候が回復するとヘリコプターを発艦させた。29日に離着陸用のスキーを装着した C-47 が表現に着陸し、飛行家たちを救助した。10月に裁判は再びカリブ海の南へ航海した。ハリケーンヘイゼルがダイアンティル諸島を直撃し、裁判は救援任務を命じられる。 13日から20日までサイパンは、ハイチの孤立した地域に食料及び医薬品、旧ご飯を運搬した。その功績で、ハイチ政府から感謝状を送られている。その後ノーフォークに帰還し、11月1日からオーバーホールを行う。翌年4月には、カリブ海に航海し任務を再開する。6月には、ペンサコラの航空訓練センターの訓練生を乗官させ、 夏まで訓練を行った。9月末にサイパンは再びハリケーンの救援任務を命じられメキシコに派遣される。10月1日から9日まで関西ヘリコプターで生存者の救助、救助班の派遣、氾濫したタンピコ地区への食料、飲料水、医薬品の補給を行った。10月12日にペンサコラに帰還し、1957年4月まで、 同所に止まる。4月1日にニュージャージー州ベイオンに向けて出港し、そこで不活性化処理を行われた後1957年10月3日に解約された。アーリントン1967年の撮影裁判は1959年5月15日に航空機運搬艦に艦種が変更され、1963年3月まで大西洋予備艦隊に所属した。 その後アラバマ州モービルのアラバマドライドックシップビルディング社のドックに入り指揮官への改装を行う。その後1964年9月1日に通信中継艦に再変更された。1965年4月8日には海軍で初めて無線実験が行われた一箇所であるバージニア州アーリントンにちなみ艦名をアーリントンと変更する。 サイパンは1966年8月12日にアーリントンとしての変更を完了し、1966年8月27日にノーフォークで再収益した。同年の残りを調整公開に費やし、アーリントンは1967年1月にカリブ海で収益訓練、2月にはビスケーワンと北ヨーロッパで訓練を行った。3月末に、 ノーフォークに帰還し、4月には再びカリブ海に航海する。ハンプトン・ローズへの帰還時にアーリントンは西太平洋への配属の準備を行った。アーリントンは7月7日にノーフォークを出港し、パナマ運河を通過し、新珠湾、横須賀、スービック湾を経由してアナポリスと共にベトナム世域に向かう。アーリントンのトンキン湾における 最初の偵察巡航は8月21日から9月18日にかけて行われ、作戦活動中の第7艦隊の艦艇に確実な通信を提供した。加えて電子機器の修理支援を行った。初の偵察巡航が終わりアーリントンはフィリピンで新たな衛星通信施設を受け取った。その後10月2日に台湾へ向けて出港する。 台湾で3日間の停泊後、再び、トンキン湾に向かい通信中継任務を再開した。10月末にアーリントンは南へ向かい、南ベトナム沖でマーケットタイム作戦における通信援助を行う。同署に34日停泊した後、香港で5日間を過ごし、スービック湾に帰還する。12月の初めに再び、トンキン湾に向かい、3度目のヤンキーステーションにおける。 通信援助任務に就く。12月27日に、同水域を離れ北へ向かい、1968年1月4日に、横須賀に到着し、1月19日にはベトナムに向けて、出港する。ヤンキーステーションに24日到着し、26日に、出港。日本海での訓練後再び、ヤンキーステーションに帰還する。同水域に月日から月日まで、 停泊した後、3月14日に横須賀に到着し4月3日まで停泊する。その後4月10日から再び、トンキン湾で任務を再開し、4月の巡航任務を終えると、オーストラリアのシドニーを訪れる。6月半ばにヤンキーステーションに戻り、7月20日から22日まで、香港を訪れ、その後横須賀に向かう。8月末から11月半ばにかけて、 アーリントンは二度のヤンキーステーションへの巡航を終える。12月初めに新珠湾に帰還し、同月半ばに通信試験を行った後、18日に第130任務部隊と共にハワイを出港する。同部隊は太平洋における有人宇宙船回収を任務とする部隊であった。主要な着水海域での通信中継艦として、アーリントンは、 アポロ8号の改修に参加し、29日に新珠湾に帰還する。2日後フィリピンに向けて出港し、1969年1月17日にトンキン湾での通信中継任務を再開する。2月6日にヤンキーステーションを出港し、横須賀での維持作業後九州から沖縄海域での作戦活動に参加し、3月末に香港に向かいその後ベトナムに帰還する。 4月6日から14日までヤンキーステーションに泊まり、アーリントンはアポロ宇宙船の通信装置をテストした。15日に真珠湾に向かい、5月2日にハワイに到着、再び第132任務部隊に合流する。5月11日に部隊と共に真珠湾を出港、ハワイ沖に1400マイル南方水域でアポロ15の改修に参加する。 5月26日、カプセルを回収し、ハワイに帰還する。アーリントンは、ハワイから、ミッドウェイ島に向かい、6月8日と9日に行われた、ニクソン大統領とグエンバン中ベトナム大統領の、会談に対する通信支援を行い、その後西へ向かう。6月27日にアーリントンは、ベトナム水域に戻る。7月7日、3度目のアポロ回収任務を命じられる。 着水海域に21日到着し、アーリントンは機材のテスト後22日にジョンストン島に向かう。23日にニクソン大統領がアーリントンを訪問する。24日、アポロ11号の回収を支援し、飛行士とカプセルを無事回収した。アーリントンはハワイ経由で帰国の途に着く。八月十一日に母校のロングビーチに到着し、四日後に サンディエゴに向かい不活性化の準備に入る。アーリントンは1970年1月14日に退役し、サンディエゴの予備役艦隊で保管される。1975年8月15日に除籍され、1976年6月1日に防衛再利用マーケティングサービスによってスクラップとして売却された。アーリントンはベトナム戦争の先行で七個の従軍聖書を 受賞したありがとうございます。